2016年8月4日、突如としてこのようなレスが書き込まれた。自分もプリマに行けと言われそうだけど書きます。作り話みたいだけど本当の話で弱ってるんでお手柔らかにお願いします。現在の状況、妻に離婚を申し入れているが話が進まない。最終的にどうしたいか、離婚したい。相談者の年齢、職業、年収、手取り額。28、会社員、800。配偶者の年齢、職業、年収、手取り額。30、会社経営、2000。家賃、住宅ローンの状況、なし。貯金額、3000。借金額と借金の理由、なし。結婚年数、4年。子供の人数、年齢、性別、なし。親と同居かどうか、なし。相談者と配偶者の離婚歴、あればその理由、なし。離婚危機の原因の詳細。妻が性同一性障害で元男性だったことを隠していた。結婚後に発覚して自分は男なことより隠していたことがどうしても許せなくて。彼女のことは今でも好きだけど伴侶としてはもう愛せないし信じられないので離婚したいと思ってます。妻と彼女の母親の言い分は元男性なのを忘れていたそうです。子供ができない体なのは婚前に言われててそれは自分も納得してました。離婚話が進まない理由は飼っている猫の権利をどうするかが一番大きいです。自分も妻も猫を手放したくなくて離婚話になるといつもそこで停滞する。妻は出るとこ出ても構わないという態度ですが自分は調停や裁判はしたくない。裁判しないで猫の権利をもらうことってできないんでしょうか。元男って隠せるものなの？戸籍とかに記載されないの？体見てわからなかったの？戸籍の性別は女性になってるけど戸籍法20条により変更されたと正し書きがある。体は見ても全然わかんないですね。慰謝料とか入らないですが猫と自宅の権利だけは手放したくないので、妻を有責に持っていけないかと思うけど原因が障害だから難しい気がしてます。差別する意図は全くないけどそう見えてしまったらすみません。障害そのものが離婚を考える原因ではなくて隠されていたことが原因です。でも妻はそれを分かってくれなくて障害が原因と思い込んでます。小出しにすんなよ。そして障害絡みで家や動物も絡むなら普通に弁護士案件。条文書くと弾かれるので小出しですみません。弁護士に依頼すると妻を刺激することになるんじゃないかと心配です。普段は温厚なんだけどカッとなるとすぐ裁判沙汰にするのでそれは困る。妻にバレないように弁護士に相談することって可能なんでしょうか。自由にできるお金は月5万くらいで多くはないのですが。弁護士には付き義務があるから、相談してもバレないよ。バレるとしたら言い違いはないことを言った時か、正式に依頼した後だろうね。戸籍どうなってるの？ちゃんと婚姻関係結べてる？結構難しいんじゃなかったっけ戸籍は。性同一障害では意識は最初から女性なんだから元男性扱いも過去を記憶から封印するのはよくあること。彼女から見てお前さんが障害を理解してないのが原因だという解釈は正しい。自宅の権利ってそもそも誰が権利持ってて誰が支払ったの？その収入格差なら彼女の方が払ったんじゃないの？嫌なら新一つで出ていけばいいのに、男性である彼女の弱みにつけ込んで、たかりたいだけに見える。自宅の権利って自宅は誰がお金出したの？年収見ると妻は高収入らしいけど。ご意見ありがとうございます。猫は結婚後に仕事関係の妻と共通の知人から譲り受けました。私より妻とつながりの強い知人なので妻が引き渡しの窓口ではありました。でも妻は多忙なので猫の世話は自分の方がよくしていると思います。家の名義は私ですが土地は妻が相続したもので出したお金は半々くらい。猫のために自分が考え抜いてデザインした家なのでなるべく手放したくない。全額は厳しいけど生活が破綻しない額なら支払うことも考えています。妻のことは異性や伴侶として見ることはできなくなってしまったけど、今でもすごく大好きで敵対したくないんです。離婚してもう一度ちゃんと考える時間をもらえたら再婚だって考えたいです。でも妻にそう言っても信じてくれなくて離婚の話が進みません。性同一障害は継続的なホルモン治療が必要だから、忘れることはありえない。私もそれが引っかかってます。月に何度かホルモン注射を打ちに婦人科にかかってるのに忘れるか？って、自分も婦人科まで同伴したこともあります。でも結婚前に子宮がない病気とは聞いてたので注射に通ってることに、疑問を持ったことは戸籍見るまで一度もなかったです。妻の母親に問いただしたら高校生の頃から女の子として暮らしてたから、母親自身も男なんて忘れてたし妻も忘れていても無理はないと言われました。
重大な過去をそんなすっかり忘れられるものなのか自分には理解できない。ただ妻は本当に忘れっぽくて県外に車で出かけて電車で帰ってくるとか忘却エピソードは絶えない人なので本当に忘れてる可能性もなくはない。もし本当に忘れてたなら自分が怒ってる理由はなくなるんだけど、母子で元の性別を忘れるってあり得ることですか？考えれば考えるほど理解が及ばなくて頭が変になりそうです。忘れたのが本当なら忘れたいから忘れたんだろうね。心理学とか脳科学の話になるから難しいけど記憶に蓋することってあるみたいだし、とはいえ通院までしてそれはうさんくさい。結局弁護士案件なことには変わらないよな。相手と交渉しないことにはどうしようもない。猫はともかく家は相手に拒まれたら無理じゃない。相手が相続でもらった土地よこせって何この人。権利は夫だとしても支払ったのも夫なのか、なかなか数千万一括は難しいと思うが、現実に支払ったあるいは支払っている人間に関して書かないのはおかしい。多分こいつ払ってない、嫁に因縁つけて財産を巻き上げようとしてるだけ。今すごく好きで敵対したくない。猫と家は欲しいなら婚姻関係持続しながら今後について考えればいい話では。そうすれば家も猫もそのまま大好きな人と敵対することもない。簡単だろ。家を自分がもらいたいなら土地の代金全額とこれまで家に妻が出したお金の全額を払う必要がある。自分の取り分は自分がこれまで出したお金の分だけ。相手は経営者だから離婚の調停も裁判も得たくないだろうね。婚姻関係継続的した方がいいにもう一票。再婚まで考えているなら裁判までした時点で相手の愛は冷めるだろうから試合終了。それなら結婚し続けて話し合った方がいい。個人的にはあなたが嫁に性同一性障害を隠されていたことに深く傷ついたことを伝え、そのことについては謝ってもらうこと。嫁の性同一性障害について嫁の話せる範囲で説明してあなたの疑念を晴らすこと。それさえできればあなたの側は解決しそうだけどな。男女としての愛がなくなっても家族として結婚し続けてる夫婦なんてたくさんいるし。あとは絶対離婚したい。でも猫も家も欲しい。ならば弁護士雇って離婚裁判だね。先に調停だろうけどこの調子だと不調に終わりそうだし、どうしても離婚したいけど猫も家もって気持ちなら一番時間かかるけどこの案もおすすめです。1. 自分の許せない気持ちを取るか、 2. 嫁を取るか、 3. 猫と家を取るか、だな。1を取ると嫁と猫と家は絶対に手に入らない。2を取ると自分の気持ちに折り合いをつけないといけない。3を取ると嫁は絶対に戻ってこない。4. 気持ちと猫と家を取るか、もついかね。この場合は嫁と金と時間を失うことになるけど。お金ないけど家は全部欲しいは通らない。家が欲しいなら、土地の代金、これまで家に妻が出したお金、残ローン全部を払えるか、ローン組めるかを銀行に相談しないと、嫁だけ捨てる、はできない。というか落ち着いたら再婚を考える。とか別れる時も男の上等句みたいなもんだからね。一旦別れて障害がなくなったらまた付き合おう。みたいなやつ。こういうこと言う人って大抵すぐ違う女と付き合って再婚なんか考えないよ。ありがとうございます。自分はお金払いたくないとは一切書いてないです。普通のサラリーマンなので一括でバーンと出せはしないですが、家と猫を手放さなくていいならちゃんと家屋代も土地代も払います。家屋の管理、壁紙も定期的に張り替えて屋上庭園の手入れも自分がしてます。妻のことは尊敬してますが家と猫を任せられる人ではないんです。私が1週間出張しただけで空き巣に入られたような惨状で猫がかわいそうです。結婚生活の中でそういう妻を否定的に思ったことはありませんが、もし猫を彼女に託さなければならないなら私は心配で耐えられないです。猫を飼育する能力がないのに猫は絶対譲らないと主張していることだけは正直なところ非常に腹が立っています。正直なところ奥さんの収入ならお手伝いさんも雇えるし壁紙も定期的に業者雇える。今まで雇ってなかったのが不思議なくらいですわ。今の状況、育児離婚を切り出す、育児嫁反対する、離婚するなら条件これね。育児それは拒否、育児嫁じゃ調停か裁判も辞さない、育児拒否する。アホなのかな。調停も裁判もいや、猫も家も欲しいって無理でしょこの状況。猫と家欲しいなら調停か裁判、調停も裁判嫌で猫も家も欲しいなら我慢一択じゃん。頭悪いのこの人。ちなみに聞くけど、お家いくらしたの？土地の代金は払うってことだけど何坪あるの？住宅ローンが残ってるなら5何年？月々いくら払う？建物がざっくり言うと3000くらいで3回分割で払いました。
自分が2500くらい出して妻が600万とかだったと思う。土地は妻が相続したもので1000万弱くらいの価値があるみたいでした。猫のために建てた家だったから猫とセットで考えてしまっていたけど、家関係を諦めれば少しは進捗するのか。頭悪いのは妻にもよく言われるので多分そうなんだと思います。家はダメというか無理。相手の相続財産なんでしょ？管理ができないとかそういう次元にないし、あんたちょっとおかしいよ。土地は奥さん電話物の名義が一致だから、この場合離婚するならどっちかが名義変更しないといけない。なんかお互いかけたところを補い合うお見合いの夫婦だと思うけどな。子供いらなくて猫が好きで、家も好きにやらせてくれてお金も稼いでいて最高じゃん。別れるなんてもったいない。奥さんといる以上の幸せは得られないと思うよ。最高のマッチングだよ。実際いるらしいよね。ペットどっちが引き取るか問題で離婚裁判までする人。結局元男の嫁がキモくて邪魔くさくて出て行ってほしいだけでしょ。一人で考えたいだけなら自分が出て行ってペットかのアパートで別居すればいいんだし。猫のために建てた家てう猫小屋か何か？てめえらが住むために建てたんだろうが。アホかこいつ。書き忘れましたが妻も猫と家をセットで考えてます。彼女は家を譲らないとは言わないですが猫は絶対譲らないそうです。それは分かったから、あなたは一体何が第一希望なの？離婚と猫ですね。離婚しないで話し合いを続けた方がいいと自分でも思ってたんですが、同居してることに自分の精神的な限界が近いと感じています。猫が心配で自分が出ていくこともできない。でも妻と同居しているとすごく苦しくて何度も吐いて29分近く痩せました。変な話ですけど妻に欲情しそうになった直後に死にたくなります。今まで経験したことなかった感情で狂いそうになって死にたくなるんです。吐き気と心臓がドカドカして体が震えておかしくなりそうです。上の方で異性として見れなくなったと書きましたが、頭では妻のことが今でも好きで触りたい抱きたいと思ってしまうのを、体が全力で拒絶反応を起こすんです。納得した上で彼女と結婚したかったです。長い時間苦しんでも克服してからそれでも好きな彼女と結婚したかったです。その機会を奪った妻と義母のことがどうしても許せません。猫は諦めろ、大丈夫、元気に生きる。20キロ痩せれるならこいつ相当デブだったんや。弁護士案件ですな。これ以上の書き込みは不要です。一致し小出しにするのやめろって注意されてるのにやめないのな。裁判したら妻が元男性って他の家族にもバレますよね。どうしても裁判ということになった時それが一番気がかりなんですが。もう首まで良くない。内容もマナーも考え方もありえないよ。自分だけならいいけど嫁が元男性という話が広がったら両親に申し訳ない。やはり弁護士案件。第三者を入れるのは抵抗ありますがその方が良さそうですね。ご意見くださった皆さんありがとうございました。嫁がバレたくないなら裁判やらずに全面的に折れるから大丈夫。そんなのはあんたが決めることじゃないからさっさと弁護士挟め。なぜ自分の実家に詳細を話す必要があるのかがわからんのだが、性格の不一致で別れたと言っとけばいいだろ。お前が話さなきゃ広まらなくていい話なんだが。バカだから正直に生きるしかないんだろ。バカだから結局別れたくないんだろ。でなければ今さら家族に知られるのが嫌だとか後がしすぎるわ。一致は綺麗事並べ立ててるけど結局は相手が元男、体だけってところに嫌悪して嫁を拒絶してるようにしか見えない。嫁の前で目や態度にそれが出てるから嫁も全面拒否してんじゃないの？嫁の秘密が知れ渡ったら申し訳ないとか、お前が恥かくのを避けたいだけじゃん。一致の考えてる離婚ストーリーは全部一致だけが傷つかず終わるためのもの。本気で離婚したいなら全部捨てる覚悟で挑めよ。同意。欲情すると死にたくなるなんて、嘘つき女ってだけじゃそんなことにはならんわ。元男で気持ち悪いって思ってるからだろ。それから1週間後、一致から最後の報告が上がります。何の気なしに巡回に来たら自分のことが掘り返されててびっくりです。事実じゃないことがたくさん書いてありますね。でも時間が経ってるのに気にかけてくれてどうもありがとうございます。妻の身元が特定されてるっていう話は本当ではないと思います。妻が性文化障害だって書いてる人がいますけどそのような事実もありません。個人情報を書きすぎてしまったことは妻にも怒られて反省してます。あれから有名なサイトでまとめられてたみたいで妻に相談がバレちゃいました。そんなに離婚したいかって迫られて、離婚したいって言える場面なのに、離婚したくないと号泣してしまい妻が呆れて別居してくれることになりました。自分の気持ちが整理できるまで徒歩5分ほどの距離で別々に暮らします。弁護士に依頼すべきという意見が多かったけど、そうしてしまうと夫婦関係が本当に終わってしまうかもしれないと思い踏ん切りつきませんでした。自分の書き込みを見たことで妻が自主的に出ていくと言ってくれて、
バレたことに動揺はしましたけど、結果としては胸の使いが取れました。妻は自身に猫の世話をする能力がないことを認めて任せてくれました。面と向かって本心を言うのは勇気がなくて苦しかったのですが、過去を隠されていたことがものすごいショックで受け入れがたいと伝えました。妻は忘れていたという主張は全く変えてませんが謝ってはくれました。13歳からホルモン治療しててそれが日常だったから忘れてたそうです。そこはまだ引っかかってますけど、猫を世話できるし物理的距離ができることで少し冷静に考えられるようになると思うのでじっくり悩みたいと思います。妻の強硬な態度にカッとなってムキになっていたのかもしれません。向こうが折れてくれたら、自分も付き物が取れたみたいに怒りが静まりました。絶対離婚しかないと思っていた気持ちも今は薄れてきてます。まずは距離を保ちながら話し合いを重ねて再構築できたらしたいです。優柔不断で気持ち悪いと思いますが、ありがとうございました。カップルカウンセリング行ってみたら、今月の後半に行く予定です。13歳からホルモン注入はすげえな。まとめがバレたのに泣きながら離婚を拒否ってどんだけバカなの。奥さんの忘れてたよりも呆れる話だわ。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。